ネタスキンすぎるわ。見たことあります。どうしちゃったんすか、この人。なんでこんな結婚する気満々なんで。リリーはね、変わりすぎ。これも大当たりスキンです。これもう可愛い。めちゃめちゃ こいつは何をしとる。ザンギのコスめっちゃいいです。見てみようか、みんなで。まあ一旦ささーっと流してみるか。かっこいいよな、普通に表現が。いや俺ザンギが一番かっけえなって思うけどね。あとね、ガイルやばい。俺マジガイルやばい、かっこよすぎ。いや、たてがみマノンもいいよな。いや、マリーザはちょっとね、ネタスキンすぎるわ。リリーもめっちゃいい、別人になる。いや、もう魔法使いだね、魔法使いジジイだよね。これが一番いいな、正直。なんかジュリが人気キャラっていうのを分かってらっしゃる。これもかっこいい。これキャミー使いは嬉しいと思うよ。もう意味が分からない。これはかっこいい。これはね、センスいい。あ、もういい、もういいって。もうファイブと一緒やん。これはなんか悲しくなった。おじいちゃんすぎて。チュンリーは若くなったね。なんかホンダもなんか本当にお茶漬けみたいになっちゃった。はい、ちょっと最初のところから見ていくか。じゃあまずルーク、ね、見たことあります。でもなんかさ、全体的にさ、なんか細くなったよな、ルーク。もうちょい5の頃がっちりしてた気するから、ちょっと細くなったよな、このコス。細いよね。で、ジェイミーはね、なんかかっこいいんだけど、なんかそんなになんか特別感ないんだよね、ジェイミー。これ、ユンの格好でだったらちょっと熱かったけどね。ジェイミーマジ変わんない。初期コスって言われたら信じる。で、これね、これたてがみすぎる、マジで。これかっこいいよな。きちっとしててすごい。俺はね、結構いいなと思ってる。このコスチュームは似合ってる。で、キンバリーもね、キンバリーもすごい忍者感出ていいよね。これですよ、問題は。この人どうしちゃったんすか、この人。なんでこんな結婚する気満々なん。これしかもなんかな、足見にくそうなんだよな、このスキン。なんかマリーザってどのスキンも足きちって出てたけどさ、なんかこのスキンはな、足元見にくそうなんだよな。ストーリーでやったんだこれ。で、リリーはね、変わりすぎ、コスチュームで。これリリー変わりすぎです。もう別人です、この子。もうマジで別人、ただの。もう髪の毛だけでこんな変わるんだっていう。でね、あのね、ちょっとね、お時間めっちゃ増すんだよね。でもね、でも JP はやっぱりきっちりしててほしい。でもなんかこのストーリーを考えた時にこう荒れてた時の JP みたいな感じがして、まあ、これもまあ悪くはない。荒れてるよね、なんかね。うわ、でもこの状態でフガシとかやってるの、これも大当たりスキンです。これもかわいい。これも多分樹里使いの人って女の人結構いると思うんだけど、
ん、みんな喜んでると思う。もうここが可愛い。このキューピーン可愛いよな。これな、可愛いしエロい、ちゃんとエロさもあって、あ、ジュリってこんなねパジャマ着るんだって思って、ね、これはちょっとね、カプコンさん狙いすぎですよ。これはちょっと、あで DJ はいい、コンセプトがいいね。すごいやっぱりコンセプトがしっかりしてるから、ジェイミーでね、これかっこいい、これマジかっこいい。逆に見えないっていうキャミーさん、逆に今までケツ丸出しだったけど見えないっていう、この闇落ちしたみたいなこの感じね、これかっこいいね。うーん、しかもこれさ、足見にくそうだよなマジで。これ言ったらなんだけど、これマジでなんか普通に見えにくそう、めちゃ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 、こいつは何をしとる、こいつは何をこいつは何をしとる、こいつはね、この人は何をしとる人なの、な、下駄でこんないかついの着て、髪の毛縛って膝擦れて何をやっとる、なんでこうなった、こいつは、こいつ主人公だよね一応、こいつ主人公よな。これはね、もうこれはね素晴らしい、私は拍手を送ります。ザンギのコスめっちゃいいです。いいよねやっぱオフの頃のザンギフこんな感じなんだっていう。しかもやっぱね、筋肉のパチパチシャツの腕まくりかっけえからね、このコスチュームはね良きです。はい、もうね、5、こいつは5。いや、これもうおじいちゃんすぎる、おじいちゃんすぎるよ、おじいちゃんすぎるよ、もうじじいのパンツ着て、じじいのサンダル着て、じじいすぎる、じいちゃんがつけるようなの髪の毛して弱そう。図書館とかにいそうだよね。うん、まあまあ、でもまあダルシムのコスチュームが来るだけマシだよ本当に。5の頃なんて3つか4つぐらいしかなかったからな。うん、この最初のアレコスにいるだけで俺は嬉しい。うん、でも多分一番売り上げ少ないと思う。でこれいいね、これほんといい、なんかマジで若くなる、チュンリーがマジ若い、なんかすごく若く見えるし、ちゃんとなんかね、そのなんて言うんだろう、中国感というか、なんかチュンリーっぽさがちゃんとあっていいよね。これいいよな、これめっちゃいいと思う、チュンリー超当たりコスだと思う、かわいいし、これムカつくね普通に、こんな見た目のやつが出てきて一生ずつ着されたら切れます、ムカつきます普通に、はい、もうこんな見た目ですごい陽気になってるけどムカつきます。はい、お茶漬け、まあ、この色がまあもうお相撲さんのカラーだからね、まあ、相撲感はあるけど、その首のは何って感じ、アロハなのかっていう、まあでも買うかな。あのね、もう一番の大当たりです、ガイル使いドンピシャさん、おめでとうございます、一番の大当たりです、これマジで大当たりです。ガイルの変な髪の毛なくなりました。なんであいつはあんな髪の毛なん、クソかっこいいやんこいつ、髪の毛まともになったら、俺びっくりした、ずるくない、こいつだけ、ガイルだけずるいぐらいかっこいいんだけど。いやこれはね、ガイル使いの人羨ましいね、これは。いやしかもね、このね、このね、ウエスタン、なんていうの、カウボーイというか、もうかっこいい、やっぱりピチ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 半袖ってか腕まくりがかっこいいからね、ムキムキは。これマジで当たりすぎる、これマジで当たりやね、これは結構ね賛否両論って感じがする俺は。まあでも剣っぽいなとは思うよ、うん、すごい剣っぽい、スキン的にはだし、なんかシュッて見えてていいよね、なんか普通にスタイリッシュになってて、まあ俺は好き。いや、ジュリーも大当たりやな。
だジュリーがいるキャミーが大当たりだと俺は思う。ジュリーがいるキャミー、この3匹は大当たりだと思うな。うーん、これいいね。12月1日らしいんだね、皆さん買ってください。